ボルガモク。せーの、でゴールはできません。こんにちは、ケミです。ケモウマゼミ、救援に必要なことは、別れの本当の原因を探す、冷却期間を設ける、課題の設定、解決、だとお話ししました。これらに共通して言えることは、救援は自分自身のことだけ考えではダメ、だということです。相手の立場で、相手がして欲しいことをしてあげる。相手が距離を置きたいのなら、そっとしてあげる。などなど、相手が望んでいることを、望んでいるタイミングですることが、大事です。しかし、タイミングを間違うと、相手にとってはただの迷惑行為になってしまいます。ですから、救援の正しい順序を、知れば、救援がぐと近づいてきます。その流れをしっかりと抑えましょう。救援までの正しい順序。ステップ1。相手に電話やメールなどをしても、相手から一切リアクションがない。一度相手から離れ、自分と向き合う。冷却期間が必要な状況。ステップ2。冷却期間と同時進行で、課題を設定し、目標達成に向け努力する。自分磨きを行っている状況。ステップ3。目標をクリアし、自己の成長を実感できる。あなた自身の変化に自信が持てる。冷却期間の終了を宣言できる状況。ステップ4。冷却期間を終え、相手への再接触を図る。まずは電話やメールから。課題をクリアし、魅力的になったあなたに、相手から前向きなリアクションがある状況。ステップ5。一緒にご飯に行ったり、出かけたり、二人で会うことができるようになる。二人で過ごす時間も多くなり、救援に対して具体的に考えるようになる。つまり、あと一歩、という状況。これが、救援までの流れですが、あなたは今、どのステップでしょうか？私がご相談を受ける救援希望者の、人には、今の自分の状況、どのステップにいるのかが、わからない、あるいは理解していない、という人が多く存在します。自分が今、どのステップにいるのかを、きちんと把握し、状況に合った行動を、する。それはあなたにとっても、相手にとっても、有益なことなので、肝に銘じておきましょう。ステップを踏み外したらどうすればいいの？こんな質問もよく寄せられます。答えは、実にシンプルです。やり直せばいいのです。例えば、ステップ4まで進んだのに、何らかの失敗で、また相手との間に、距離ができてしまった、としましょう。その場合は、ステップ3もしくは、それよりも前のステップに戻ってやり直しましょう。漫画、スラムダンク、にも有名な言葉があります。最後まで、希望を捨てちゃいかん。諦めたら、そこで試合終了だよ。スポーツも恋愛も、そこら一緒です。諦めない限り、何度だってやり直せます。ここまでで、あなたは救援するための、いわば、土台の作り方を学んできました。では、土台の上に立派な家を建てるのには、日曜が行くしかできない素人よりも、プロの職人さんの方が、絶対に適していますよね。あなたの顔に化粧下地を、塗った状態で、より綺麗に美しく化粧を、してくれるのは、もちろん、プロのヘアメイクさんですよね。それは救援においても言えることなのです。素人よりもプロのアドバイスが、一番です。そこで、次回は、救援のプロフェッショナルを、ご紹介したいと思います。この出会いは、彼との出会いよりも、衝撃的かもしれません。ぜひ次回の動画を絶対に、見逃さないでください。